それでは身体機能の評価ツールを紹介したいと思います。皆さんは日頃の練習で技術練またはゲーム形式ばかりをしていないでしょうか。技術練、ゲーム練は楽しくて、またシーズンになるとすごい多くの割合になると思います。しかしながらこれらの練習だけでは重要な部分が足らなくなる可能性が高いです。そこで新たな試みとして自分の身体動作、能力を評価してそれに生かすトレーニングの評価ツールを紹介したいと思います。まずスキルは競技特性の独特なものであります。それらのスキルの下にパフォーマンス、筋力、スピード、持久力などがあり、その下に姿勢、各関節の動きなど動作能力が土台とあります。しかしながらこの動作能力が小さい場合、そうなると上段にある機能は土台が小さいので、なかなか機能を広げることができなくなります。動作能力はベース数非常に大事なものになります。これらの動作能力が小さいと最大のパフォーマンスが発揮できない、または怪我を起こすという危険性が出てきます。では、どのようなトレーニングをすればよいのか。それは自分の弱い機能を克服、また自分の強い機能を成長させる。これが理想のトレーニングと言えます。つまり、自分自身の身体機能を理解して、その特性に応じたトレーニングが大事となります。動作能力が小さいと最大限のパフォーマンスが発揮できません。怪我も起こしやすいです。では、トレーニングとしてはどのようなものが良いか。やはり自分自身の身体機能を理解して、その身体特性に応じたトレーニングの実施が求められます。やはり身体の機能評価は必要不可欠となります。この身体機能の評価の多くのツールがありますが、今回はファンクショナルムーブメントスクリーンを紹介したいと思います。ファンクショナル、機能的、ムーブメント、動作、スクリーン、評価、頭文字を取って FMS と、現場では言っております。この FMS は機能的な動きをチェックするためのツールです。モビリティ、スタビリティを評価することが可能になります。この FMS 中に痛みが出た場合、その身体機能を改善させるトレーニングを最優先で行うように指導を日頃から行っております。評価法としましては、1項目0から3点で7項目を行います。3ポイントは最適な状態です。2ポイントはコンディショニングやストレッチが必要となります。また、それに応じて問題のある部位は補強やトレーニングをして補っています。1ポイントの場合、可動性、安定性が悪く、微細な組織損傷や体のコントロールをするための必要な基本の動作がまだ未獲得の場合もあります。この状態になりますと、日常生活にストレスを感じている可能性が非常に高いと言えます。それよりも低い0ポイントになった場合、これはもう医師やトレーナーによるチェックが必要となってきます。それでは実際の FMS の項目をいくつか見ていきましょう。
一つ目の項目はディープスクワットです。これは胸椎の対称性、下肢のモビリティを評価します。これができない人、点数が低い人は、肩関節、脊柱、股関節、側関節が硬い、体幹の安定性がない、などが挙げられます。では、実際の動作をご覧ください。では、ディープスクワットを始めます。被験者は裸足になります。測定者は被験者の前と横に立ちます。測定者です。測定項目は膝が足の上にあるかなどがあります。では測定を始めます。つま先を前に向けて肩幅程度のスタンスでまっすぐ立ちます。肩関節、肘関節が90度になるよう頭の上でバーを持ちます。バーを上に押し上げ、バーを頭の真上に位置させてください。上体を動かさず、かかとを動かさないよう、バーの位置もずらさず、できるだけ深く沈み込みます。沈み込んだ状態でワンカウントキープします。ワンカウント後、スタートポジションに戻ってください。この動作を評価します。二つ目の項目はインラインランジです。これは側関節と膝関節のスタビリティを評価します。できない人、点数が低い人は股関節、側関節が硬い、体幹の安定性がないなどが挙げられます。実際の動作をご覧ください。ではインラインランジを始めていきます。測定項目は上半身が全く動かないなどがあります。では始めます。バーを脊柱に沿わせ、まっすぐ持ち、後頭部、背中、お尻に当ててください。右手は首の後ろ、左手は腰の後ろでバーを掴んでください。板の上に立ち、左足のかかとに右足の膝がつくようしゃがみ込んでください。両足のつま先はまっすぐ向け、板にしっかりつけてください。直立姿勢を維持し、バーは後頭部、背中、お尻から離さないよう立ち上がってください。スタートポジションに戻ってください。この動作を評価していきます。3つ目の項目は、ショルダーモビリティです。これは肩甲体のモビリティと胸椎の伸展を評価します。こちらができない人、点数が低い人は肩関節、胸部、背部が硬いことが挙げられます。実際の動作をご覧ください。では、ショルダーモビリティを始めていきます。測定項目は右手と左手の拳の距離を見ます。では始めていきます。まずはじめに手のひらの長さを測ります。両足をつけてまっすぐ立ち、腕は軽く垂らしてください。拳を作り、親指は中にしまってください。一連の動作で右の拳は頭の上から背中の方へ可能な限り下げるのと同時に、左の拳は背中から上に可能な限り上げてください。一連の動作が止まってから手を這わせないでください。この両拳の距離を評価します。以上、今回は3つの項目でした。実際、残り4項目ありますが、大切なのはパフォーマンス、スキルの下に身体動作があるということです。残りの4項目は皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。